冒険者たちは、1967年の、フランス・イタリアの冒険映画、ロベール・アンリコカ・督、ンアラン・ドロン、リノ・バンチュラ主演。ジョゼ・ジョバンニの小説、生き残った者の,の起きての第一部を映画化した作品で、それぞれの夢に敗れた男二人、女一人の三人組が、共に宝探しの冒険へ旅立ち、財宝を得ようとした、結果の悲壮な運命を描いている。 シドニー・ポワジエとの結婚で若くして映画界を引退した女優ジョアンナ・シムカスの代表作である。フランスはドリューベが作曲し、シムカス扮するヒロインの名を与えられたテーマ曲、レティシアは劇中で繰り返し使われている。同原作の第二部は原作者、ジョゼ・ジョバンに自らの脚本、監督で生き残ったものの起きとして映画化されている。2006年、 制作40周年を記念してデジタルレストレーションを施した映像に監督インタビューや2006年のカンヌ映画祭で記念上映された時に撮られたジョアンナ・シムカスのインタビューも収録した DVD 版が40周年アニバーサリーエディションプレミアムと名打って発売された画期的な新型レーシングエンジンの開発に一人取り組む中年の自動車技師ローランとその友人で 若く、ハンサムなパイロットのマヌー。そして、あるヒローランの工房に、材料探しにやってきた駆け出しの前衛彫刻家、レティシア。それぞれの夢を持った三人は、その実現のために互いに支え合い、絆を深めていく。しかし、やがて彼らの前に厳しい現実が訪れる。マヌーは所属する飛行クラブの会員から受け負った、映画会社の仕事外専門のもとを飛行機でくぐり抜け、 それを撮影するというものに挑むが失敗。危険飛行のペナルティとして、パイロットライセンスを停止されてしまう。仕方なく来週、清橋の会社に連絡すると、先方はそんな仕事を頼んだ覚えはなく、この一件がキザな、マヌーを心よく思わないベルタンラ会員たちの仕組んだ、悪ふざけだったと知る。一方ローランは完成したエンジンを車に搭載し、自らテストドライブを行うが、 走行中に異常が発生してエンジンは爆発。さらにレティシアも、苦面して、ようやく開いた古典の内容を、新聞の批評家たちにのきなみ酷評され、成功の道を閉ざされる。昇進の3人は、一角千金を狙って一路今後の海に向かう。外線門の件で、マヌーを騙したベルタンから聞き出した話によれば、そこには、数年前の今後動乱の際に、 国外脱出を図って墜落した飛行機が莫大な財宝を積んだまま沈んでいるというのである。冒険と青春への性別、年代を超えた時計、海洋への系統など、特徴的なモチーフを持った本作は、明日に向かって撃て。むしく、黄金のパートナー、冒険者神風アドベンチャラー神風マイナス、彼女が水着に着替えたらなどのオマージュフォロワーを生み、後々まで影響を与えた。 いずれも男二人女一人の微妙な関係は踏襲しているが、三人の末路については様々である。オマージュ映画、冒険者たち配信公式サイト、新ラック。ありがとうございます。